万、これ至難の技だよ。組み方間違えたらぐっちゃぐちゃになってくると。それはやばい。さっきのあの中の石像あるじゃん。 あ、はいはいはい、あ、本当だ。これはえぐい。床は入らん、これ一層のとこういった汚れがひどいところは普通の高圧洗浄じゃ落ちないですよね。テープ貼ってこっちとこっちで、うん、普通の水とまっすぐでこういけるんかなと思って建物のやつ分かんなかったんです。ここの2人に注視される、解体注視されるんで。そこがうちは強いよね、足場班が一番多いじゃないですか。トシ君と簡単がまずいんだ、こんなんで解体できん、注視って言って解体注視する。これをだんまりで僕はバラせないっていう。あ、それなのもお客さんのためですもんね。ダメだよ。なんで雨降ってるから。雨降ってるから。そう。社長本当は現場にトシ君を取りに来る予定だったんですけど、うん、雨のため中止しますって。春日春日春日井邸に来ますって。春日来てくれるって。あ、来てくれるって。よかった。来てくれるの困る。こんなん多分まあまあ難しすぎる。まあまあ難しすぎる。難しい現場を撮ってきたのは相澤さんなんで。いや、だってそこ。アーチになっとるじゃん、まず。で、さっきのあの中の石像あるじゃん。あ、はいはいはい、高そうだよ、誰石像、あれ動かんもんね。で、動かそうとしたけど、これ中のこの割り方作らんとえねえかもわからん。石像どこにあるの？この奥、これ。あ、本当だ。これはえぐい。こっちも触るんでしょう。まあまあ、これ至難の技だよ。トシ君でよかったかも。じゃトシ君でよかった。うん、トシ君でよかった。一番の手だれでよかったっすわ。お運がいいわ。聞いてないもん。聞いてない。借りながらこれ、だってこの真ん中これは塗ですね。そう、それは塗りです。ゴックさん、ここ車通るからね。はい。やばい。ややこい感じ。組み方間違えたらもうほんとすんげーこってこてのぐっちゃぐちゃになってくると思う。それはやばい。急手、ここで900でいけば700とかないもんな。ここの肌でもうちょい離すか。こっちか。600の100、200、300離れろな。すげー、俺賢い。俺天才。綺麗に置けないかな。石像。石像は綺麗に置けない。あいつさん、ここタイル洗浄、こういった汚れがひどいところは普通の高圧洗浄じゃ落ちないですよね。こういう場合は何で洗うんですか？こういうのその洗浄剤っていうのがあって、うん、クリーナースーパー、あとタイル洗浄なんかよく持ち、そういう専用の特化したものってことですかね。それで、それは普通に高圧洗浄やってから薬品を使って、まあ、洗うみたいな感じってことですよね。手洗いで。結構大変。でもこのこういう黒ずみとかが綺麗に落ちるってことですもんね。そう、まあ塗るんじゃなくて洗って綺麗にするってことですね。塗って綺麗じゃなくて、うんうんうん、洗って綺麗にするっていう。こういうところは塗って綺麗にできるんですけどね。そうですね。ゴックゴックゴック走って逃げないで。お疲れ様です。寒いね。寒いです、ね、頑張って。はい、ここ象が喋っとる、銅像が喋っとるみたいになっとる。トシ君が隠れてマジでめちゃくちゃ高いね。これ2階建て。相田さん、これ2階建て3階建て3階建て。ここで5400ある。へえ。床は入らん、これ。一緒のここ床はここだっていいですもん、別に。あ、逆にその石像の頭より上ぐらいにアンチが入っとれば。でも1層目がすんごいってなる。あー、そういうことか。2層目の床考えると、そっか、地面から大体上から下ろしてくるからってことです。ここが本来の1層目やで、この辺が1層目になる。あ、いいんじゃないですか、そこなら。
ちょっとしゃがめばだってその下の方の窓上のタイル触れますもんね。多かったら大変だけど。この割できんわ。ダメだ。っていうか内柱でこいつらを囲う感じで向こうの上を考えてなかった。上また空中で割らなかった。ああそういうこと、うん、上も向こうだけで壁を作らなかった。はい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 。そっか、その柱を立ち上げてからあかんで空中で 割ってあげなあかん。何これ。カント何時ぐらいに来るんですか。わからん。しかもいやダブルの幅で組みたくないんだよな。やばい、トシ君が頭に悩ませております。やばい、クソ悩むよこれ。トシ君が悩ませております。やばい、オッケーオッケー、そこに行って行きますよ。おう、それ。じゃああとはトシ君が組み立ててくれたやつをまた私は芸術作品を見に行きますね。いやこれ芸術だと思うね。芸術作品になると思う。作るやつによっては本当の何らかのジャングルジムみたいな足場はっていうのか、すげえこういう風に考えてやるんだっていうものになるかは作りです。ダブルあれば、お疲れ様です。広めに、斜めで完成したかったんや。お前気づかなくにやりたいなって。黄色いやつと、9紙2枚。お、旦那さんもおるや。お前は離婚したんじゃなかった？9紙2枚。はい？離婚したんじゃ、離婚したんじゃなかったっけ？あ、いただきます。ちょっと一応映しちゃって、一応俺ちゃんとこういう格好でやってますんで、視聴者の皆さん、カメラマン兼だけど、一応これも持ってますんで。すんげえ家じゃん。大変だ。鉄筋工芸だろ、これ。相当お金かかってるこれ。でこれを何、タイルの？タイルの高圧洗浄と、うん、あと部分塗装。部分塗装で一面だけ？今回はまあお客様の予算の兼ね合いで。うん。ああ、わけかかるな。すごい家だなでもな。中が見れたら一番すごかったんですけどね。ああ、中がすごかったの？ここのこれ、うん、実際こいつアーチ外じゃなくて、うん、中もあるんですよ。わあ、そういうことね。中まであるんですよ、これ全部。うん。あんまのぶつなんですよ。そうですね。おお。あ、これを。おお、もう全部組んだんだね。いや、これはちょっと要はこれ単管とかだったら余裕だけど、パイプとかだったらね。はい、自由自在聞くんで。うん。だけど危険なもんで。で決まった寸法でしかできないんで。合わせてけんもんで、うわ、でこれでもう朝が、もうずっと朝が入っとるの。いや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 、昼からっす。あ、ほんと？でもこんだけ行ったん。だって関東とかまだおらんかったでしょ。今来たんだろ。はい。ほんで何人やったの？ 2 人？ 3 人？ 3人。あ、でもこんだけ中全部組んだんだ。中も全部、とりあえず3分近くは全部中組んで。うわ、トシ君こういうの得意そうだね。いや、頭焼きつきますよ。もうしばー煙出てきてますけど。そう。いや、そんなことでもう寒いもん、手が揺れてそれ、すいません、これ両手で持ってんだよ、これでもめちゃくちゃ寒いな、風が、かすがいやべえわ、寒いよ、ね、これ、うん、まっすぐでこう、行けるんかなと思って、うん、建物のやつ、分かんなかったんですよ、下から見てると。うんうん。で、初めこれ、900の手すりこれ変えたんですけど、うんうん、初め600で建ててたんですよ、ギリギリに収めるように。うんうん。そしたら、これああこれすごい外に膨らんでこうやってアーチになってるんで、なんでこれなんでま、あ、そういうこと、はい、どういうことどういうこと、なんでこれまっすぐに立ってないの、ね、壁から、この壁面になってない。いや、こいつ自体がまっすぐじゃないんですよ、建物と。ああ、そういうことか。斜めにアーチでこうやって巻いて、だけど外のこのあれも全部このライン全然ずれとるじゃん。いや、これ、まあ、中でラインがしたもんね。中の壁の通りに合わせて組んでやるんで、うんうん、壁と中の壁とお家とこの擁壁って全然まっすぐ立ってないんですよ、うんうん、ああ、そういうことね。それで初め組んでったら上でつなげようと思ったら全然違うっていうのが分かって、上から覚えたら、うん、ちなみにこの側溝自体も見てもらうと分かるんですけど、この側溝まっすぐにやってるけど、うん、結局、うん、寄ってるんですよね。でこいつは広がってるんですよね。あ、そういうことか、はい、この家とこの擁壁とこの向こうの外のあの白い部分、さっきの部分と全然まっすぐじゃない、外の土地の部分とこの建物がラインが違うんだ、ラインが違います、で、足場はこのお家の建物には合ってるわけだね、建物に合わせて建ててるんで、うん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 、なんでちょっと違った風に見えるんですけど、ね、ああ、なるほどね。これ一部ここ綺麗になってるところ、これ試しでやった洗浄なんですけど、この汚れとこことここでこれライン出しテープ貼って、こっちとこっちで普通の水と
薬品と、うん、で試しでやったんです。こっちの方が白いですよね、ちょっと。本当だ、全然違う。まあ、一部しかやってないんであれですけど。これ肉眼で見るとあんま分からないけど、カメラ見た方が分かりやすい。ああ、本当ですね。白いですね。なんかすんげえ白いじゃん。肉眼であんま分からなくね。全然違う。全然違う。結構お金かかるでしょ、これ。職人さんの手間が多分かなり大変。ええー、まあすごいよね。高圧洗浄だけじゃないですかね。うん、手洗いなんで。そうだよな。で、薬品塗って、もうぐしょぐしょぐしょしってやらなあかんでしょ。全然スポンジでこすって。うわこれ大変だぞ。タイルなんかそういうやつあるよな。なんかそういう寒い時に水で洗うのマジで最高ですよね。本当にさ、もう帰りたいもんな。お前の旦那全然喋らんしな。パパパパ喋ってくれたらお前早く取って早く帰れるの。もう13分だって。もう別にガンガン喋ってくれたら俺とテコちゃんだったら13分あったら12分ぐらいの動画出来上がるから。テコちゃんもまあ春日井店で、まあ、結構やっぱガチガチ言ってくれてるんだよね。やっぱ職人さんやっぱな、色ってあれでな、店舗のな、ね、だけどやっぱ結構やっぱね、いいのも悪いのもじゃないけど、うん、なんか噂ではなんか1チームか2チームなんかペコちゃんが移動してからなんかもう組み切ったぐらいの勢いで、組みを切ってないですけど、噂によるとね。俺はかあの噂しか聞いてないけど、ガチガチにしたった。まあだけどその品質じゃん、はい、うん、ね、なんそうだよね。まあ、こっちはちゃんと伝えるべきだし、お客さんのもんだよ、俺らのもんじゃねえもんね。ここの2人に中止される、解体中止されるんで、そこの2人だ、そうだ、この2人だ、やべえぞっつって、お前よ昔から言ってくれたもんな。そこがうちは強いよね、足場班が。一番多いじゃないですか、投資君と関係ない。まずいんじゃん。こんなんじゃ解体できん、中止だって言って解体中止するの。そういうのもあるんだよね。まあ、視聴者見て、さすがにこれ、お客さん見えないかもわかんないけど、うん、俺ら見えるもんな、みたいな。うん、これをだんまりで僕はバラせないっていう。うん、それがでもお客さんのためですもんね。はい、ためだよ。うん、これ会社の信用に関わってるじゃん。うちの品質なんですけど、まあちょっと今日は和気あいあい楽しいんじゃないですか。ちょっともうちょっとカンタしゃべらさんとお前20分だってもう終わらせるぞ。もうちょっとトシキはちょっと取れたかあったけど、お前がちょっともうちょっとこっち行って表札で。はい、トシキ、ちょっとね、いろいろちょっと大変な現場でしたけど、ちょっとこれで変わるでね、本当ね。いや、だいぶ変わると思います。特にこの洗浄なんで、手洗いなんで、特にそうだよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりは。じゃあね、みんな。はい、じゃあね、みんな。じゃあみんな、あのいつものやつ言ってくれる。はい、せーの、また見てね。お前ふざけんじゃねえぞ、チャンネル登録いいねだろ。あんた、お前そういうとこだってよ。やばいやばいやばい、せーの、チャンネル。みんなで言うんじゃないですか。いやいや、カンタって振ったやん、さっき社長が。せーのってことは。いやいや、で、お前、いやいや、振られたんだね、お前が言うべきだろ、そこは。喧嘩をやめて。喧嘩をやめて。せーの、また見てね。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。ドラクタグラス。おやすみ。